無理しちゃダメだぜ、みんな。お披露目ですね。我が愚風を受けよ。当たるかな。お披露目ですね。当たるかな。達成。素晴らしい戦果です。って何ですか、この喋り方。今日も張り切っていこうね。追撃します。試し切りだ。マモ、やらなきゃ。負けさせないよ。チョコを手作りするって意外に大変なんですね。2日間豆を壊し続けなきゃいけない。あとテンパリング。いえ、要は慣れです。何度も鍛錬すれば問題ありません。やっぱり溶かして成形し直すだけでも。ですよね。調理器具もこのくらいで問題ないかと。たくさんありがとうございます。いえ、バレンタインを戦う同士として当然ですから。バレンシュタイン氏。ああ、自信ないな。大丈夫だって、手作りチョコでしょ。それだけで思いは伝わるってば。でも、なんか普通なんだよね。私だけの特別感がないっていうか。特別感か。それはあるといいかも。ライバルも出し抜きやすいしね。だよね。可愛く渡すとか。でも特別感出たりするかな。ガビーン。私だけの特別。あまり難易度を上げすぎない方が。あ、バレンシュタイン氏。ああ、またなんだって。僕らが開発したジャガマルくんダブルチョココーティングのレシピを教えろ。無理に決まってるだろう。あれを作り上げるのにどれだけの血が失われたことか。お願いします。何でもこちらの屋台でお手伝いもしますから。その表情、お遊びじゃないと見た。どうしてそこまで。教わるなら一番美味しいジャガマルくんを作る屋台で。妥協したくないからです。本気なんだね。はい、わかった。なら君を立派なジャガマルくん職人に仕立ててやろうじゃないか。ジャガマルくんチョコ、想像がつきませんね。お
味しいのかな、それ。うまいわけないやろ。じゃがまるくんとかスイーツやのうておかずやん。あ、この流れって、ちっ、こうしちゃうれん。もういっぺん指導やですよね。豆砕きは任せたぜ、バレンナギガシ君。普通なら2日はかかる作業も、君ならあっという間だろ。はい、頑張ります。さあ始めようか。お兄さん、お兄さん、じゃがまるくんチョコって何なんですか？おかずだよ。じゃがまるくんはおかずじゃない、完全食。でもでも、とても美味しそうには見えないよね。世界一美味しいに決まってる。絶対みんな喜んでくれる。なんでそこは固くなな。え、ロッキー、ち、見破られたか。なんなんだいロッキー、その知能指数低そうな真似は。ついに壊れちゃったのかい。何ぬかしとんじゃドジミ。これには地獄の谷より深いわけがあってやな。君の子供の方が地獄の谷に落ちてるみたいだぜ。ふう、私だってエルフなのに、一応エルフなのに、こんなこと、こんなこと。こうなったらジャガマルくんチョコで妥協する。覚えとけよドジミー。何がしたかったんだあれは。予想はつきますけど、あまり触れないであげた方がいいような気がします。私たちは普通のチョコを作ろっか。そうですね。出陣だ。お披露目ですね。吠え面を書かせてやるわ。負けさせないよ。お披露目ですね。当たるかな。心が踊るぞ。守らなきゃ。迎撃を。チョコもチョココーティングもしっかりできてるようだね。おいしいんでしょうかそれ。
まあ、キュンキ殿は嬉しそうなので。私たちも道具を借りられて普通のチョコを作れましたし。そういえば、ちぐさ殿はチョコを3つ作られていましたね。大花殿と竹三日月様は分かりますが、あとの1つはどなたに？これは気にしないで。ほら、こいつは店を手伝ってくれたお礼だ。みんなで食べるといい。本当にありがとうございます。じゃがまるくん、ダブルチョココーティング、食べなきゃダメなのかな。さあ、チョコの準備もできましたし、あとは渡すだけですね。まだ。え？これはヘスティア様が作ってくれたチョコだから、私の手作りとは言えない。まあ、確かにそうですが。これからホームに戻って私の手でチョコを。わかりました。そういう話でしたら、不詳ながら自分たちもお手伝いします。え？乗りかかった船です。どうせなら全員バレンタインはうまくいってほしいですし。ありがとうございます。なんのなんの。では早速。そのチョコ、こちらに渡してもらおう。あなたは。みんな下がって。ケンキ殿。な、王者おったれ。ケンキ、悪いことは言わん。そのチョコを渡す。まさかおったれし、バレンシュタイン氏のことが。そうなんですか？チョコを力ずくで奪いに来た。そんな強引かつ情熱的な。あ、これそんなんじゃない。どうしても渡さぬというなら。渡すわけにはいかない。面白い。凄まじい。これが最強を名乗る者たちの剣撃。なんという高み。巫女！